アイスパチャンネルです。今日もね、エカンナインクロスロードをやっていきたいと思います。来ました、イカリスム登場ということですね。ガチャがね来ておりますので、早速ねレビューしていきたいなと思います。まず PSR イカリスム、はい、マモルの弟、ステータスがまあいいですね。ベースラインが高めです。そして、総合力 F の23、学力も A、 はい、目玉はなんといっても球界の頭脳、出現率がプラス 2% ということで、赤原がですね唯一、まあ、球界の頭脳をつけられたんですけれども、まあ、1% だったのが 2%、 倍ですからね、はい。で、効果アップがアロマテラピーと癒しのひとときになってます。で、超固有がですね、これが信頼度が100以上でミラクルボイス、投手に声をかけて打たれ強くします。ああ、これ球界の頭脳もありますね。超固有のもう一つが、試合終了までの球界の頭脳、信頼度160の補給 B 以上、ホーム死守。これ同じか、このこっちの球界の頭脳と同じですね。だからこの 2% で取らなくても、超固有を使えれば、つくという形です。はい。で、野手能力がキャッチャー20丸を持っており、阿部飛広角が最初からついているという形ですね。さあどうでしょうか。まあ自分の感想はですね、ちょっと微妙ですね。あの球界の頭脳プラス 2% っていうのは結構大きいんですよね。赤原を入れていても、取れない時もある、まあ、キャッチャーにしかつかないわけじゃないですか、球界の頭脳、で 1% なんで、そもそも赤原を入れててもつかずに終わるっていう時もある。まあでもつくこともあるので、まあそんな感じなんですよ 1% って。それが 2% なので、つけられる可能性っていうのは高くなるというふうには思いますが、まあ、ばらまける金徳ではないのでね、この球界の頭脳自体は、まあどうだろうな、個人的にはですね、赤原使ってる時でも結構ねつけられることのが多かったので、自分の場合はね、まあプラス 2% になったからといって、いやすげえ嬉しいっていう感じでもないかなっていうのが、正直なところですね。で、ちょっと微妙だなって思うのが、この超固有の球界の頭脳があるところで、逆にさ、これ球界の頭脳をプラス 2% でつけた場合って、この超固有がミラクルボイスじゃなくてこっちになった場合にもういらないってことでしょ、これ。それがちょっと微妙じゃないですか。ねえ、ここで超固有で球界の頭脳があるんだったら、逆にこの出現率プラス 2% の方はいらないっていう話にもなるし、なかなかむずくないこれね。これむずいと思うんだけどな。ここの超固有がもっと違う何か、投手に影響するような違う何かであればいいよね。精神的支柱とかだったらめちゃくちゃいいと思うけど、そんなのはぶっ壊れすぎか。まあこれ微妙だな。で、補給 B 以上にする？補給 B、 補給ってこの中で1番とは言わないけど、まあ、1番か。ほとんどね B とか C にしなくてもいいよねっていう感じ。今自分の場合はハイノーマルに上がりたてなんですけど、ルーキーノーマルでは補給を C 以上にするなんてマジでいらない戦略だと思うので、いやちょっとどうなんだって感じですね。で、まあ、ルーキーとかノーマルだとやっぱり投手のサポートをするので、キャッチャー丸以上をつけるということがかなり試合を安定させることになると思うんですけど、ハイノーマルとかになってくると、逆にもう周りが強くなってるから、別にキャッチャー20丸とかこれいらないよみたいなことにもおいおいなっていくだろうし、いやそういう意味でちょっと微妙かなというふうに感じております。皆さんはいかがでしょうか。はい。で、もう一つが博多アスネ、このアイコンいいですね。はい。SR で投手なんだ。ああ、なるほど。選手能力が、いや、まあ低いですね。内気。驚異の切れ味がある。ほうほうほう。まあ 1% ですからね。変化球も、まあ普通だし、対ピンチ丸、切れ丸、緩急丸。まあこの青徳はまあまあ強いのがついてますね。内野安打丸。まあ普通かな、これ。なんか特徴あるかな。
驚異の切れ味って、まあちょっと自分は使ったことないけど、切れ二重丸の上位互換かな。うん、まあこれ変化球とかと合わせるといいのかな、どうなんだろうね。まあ速球でもいいのか、まあどうかな、ちょっと微妙かな。驚異の切れ味っていうのはいいのかもしれませんが、まあ個人的にはあんまりちょっと取る感じではないかなと思いますね。国樹新、はい、これは SR の 2,3 類ね、はい、2,3 類で、学力はまあまあ高い。熱血か、勝負師ね。まあラットマシンがある。まあこれも国樹じゃなきゃダメっていう感じは全くしないな。チャンスもある、パワーフェアアウトコースもある。まあちょっとね、とりあえず今まで出てきた特待生野手に比べるとちょっとどう微妙じゃないかなって思うんですけどね。はい、ということで個人的な感想は碇進を含めてちょい微妙。もう碇進の超固有がワンチャン違う方が良かったかなと思いますね。ということで、まあ自分はですね、まあ課金は最初だけしてその後してないんですけど、まあこのガチャは引かないですね。はい、無料だけは引きましょう。これ復活したんですね、無料。さあ無料これだけいきましょう。来ない。はい、ありがとうございます。あ、これはいい、これは結構嬉しいぞ。はい、ということで今回はですね、碇進むガチャの、話をねさせていただきました。ぜひね参考にしていただければいいなと思いますが、このチャンネルではですね引き続き栄冠ナインクロスロード、いろいろね動画上げていきたいと思いますので、ぜひコメントやチャンネル登録、そして高評価などもよろしければよろしくお願いいたします。あとですね、概要欄にフレンドの ID も貼っておきますので、ぜひ、登録よろしければよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。